パーで始まりました、ムテチャンネル。さあ、トイックで起きた事件というか、トイック受けてません。はい。やっちゃったんですか、また。ね、また受験会場行けなかったのか。そうね、地図アプリが全然違うとこ指してね、タクシーで行ったら全く何もなかったなんてこともありましたね。試験会場がなかったなんてことありました。今回は申し込んでませんということで、もう忙しすぎてすっかり忘れてました。はい、もう申し込みのことなんていつぞやの話ですか。これだって2ヶ月とか前の話ですよね。もう忙しすぎて何もわかりません。はい。9月も申し込んでません。はい、ということで全然もうもはや忘れてる状況でした。まあね、視聴者の方々に頼ったりしてたんですけど、教えてくださいってね、申し込み始まりましたって連絡くださいっていうのもねあったんですけど、もうそれもだいぶ前だったんで、もうそういうのも教えてもらえなくなって久しく経っていてすっかり忘れてました。はい、なんてことだ。申し込みませんでした。ということで続きは10月になります。しかしですね、反省会ありますね。そうです。ということで今回からですね、新しいメンバーというか新しい方々が出てくれます。今後レギュラーになるかとかは知りません。清田先生もね、いつもレギュラーで出てくれてたんですけど、清田先生コロナにかかってしまったということで、はい、残念ながら来られません。ということでこれはやばいと、二人とも受けてないなんていう状況でね、やるわけにはいかないので、 R さんがね音声で出演はしてくれますけど、ということで新たにまあ一般募集をしまして、ツイッターでね、そこで新たに3人のトイック満点が来てくれますので、反省会ラジオ見てください。午後が R さんともう一方、そして午前が2人来ますので、はい、3人ここに来ますので、ということでまあそれぞれ2人2人、午前午後2人ずつという形になりますので、はい、ぜひとも、全員満点ですので、はい、全員トイック満点という、状況になりますので、ぜひともね見てください。まあ一般募集する前にね、何人か声かけたんですけど誰も受けてなかったので、はい、こういった形になりました。なんで、はい、ぜひとも見てください。さあ新キャラですか、新しい方々の解説に乞うご期待。